新青年キャラクターの滝川クリステルさんです。では皆様に一言ご挨拶からお願いいたします。はい、この度レーダーの宣伝を一緒にさせていただくことになりました滝川クリステルです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。夏、もう本当に夏本番ということで、ブルー、爽やかなブルー、そして、まあ、この 3D 太陽ブルーレイが内蔵された 3D レーダーの新製品に合わせて、まあ、パナソニックの色でもありますし、まあ、ブルーじゃないかと思いまして、はい、2010年これをですね、家庭での 3D テレビ元年というふうに位置づけて取り組んでおりますけれども、これはですね、カラーテレビが発売されて以来ですね、本当に50年ぶりのですね、テレビが本当にこう大きく変わる一大変換期なんですね。私もしているような感じになってしまっているので、よろしければ、はい、会場の皆さんに思いを全部巻き込んで、あの西口本部長がね、つい滝川さんに見とれてはいけないかというところはお見受けしますけれども、ごめんなさい、失礼します。ぜひともなるべくこっちに話しながらはい、すいません、ちょっと目線をこっちに、申し訳ございません、はい、よろしくお願いします。本当にあのパナソニックのビーランというブランドは世界中で愛されているブランドでして、まあ、本当に私もいろいろ取材で行くところどころにビーランが見当たるわけですよね。本当に日本だけでは、日本が、まあ、から発祥しているわけですが、その発祥の力をこのようにイメージキャラクターに選んでいただいて、本当にもう責任重大と思いつつ、とても嬉しく思っているんですけれども、本当にこの歴史の転換点、あの映像の転換点という場に立ち会えるということをとても嬉しく思っています。あの石川亮君と一緒に、あの2人で、あの本当に元気に、あの前こう先を行く、本当に先ほどおっしゃったその前を見るっていう新しい明るい世界っていうものを二人で力を合わせて伝えていければなと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。